人警団のグレちゃんが。軍より頼りになるぜ。よせ、来るな。待て。あいつ、つきあって。どうしよう。あー、きゅ。話しやがれ。死んだの、行くから。黙れ、ジネズミ。チチチチ。どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マーコールの爆発絡みだろ。ジョニーの奴がいつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか。違う、ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして血が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな、レイダ。ありがとう。行こう。逮捕されるかな。ネズミの巣にならずに済むわ。もげな、腕がもげな。そんなに引っ張るなって。暴力反対。クラウド、あそこに隠れよう。痛いってな。モハン市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。お、まさかジェシー、あのポニーテールか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さーて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか。あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。それは、どういうつもりだ。もうやるしかないよね。ひめ、ひめ、沈め。さあ、終わりだ。追い打ちだ。ここまで。邪魔だ。そこ貫く。いらどうしよう。口を封じる。おい、おい、ダメ。お前、やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。
ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと…ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。店に戻る前にちょっとだけでいいからアパートに戻ろうよ。働いたらちゃんと休まなきゃ。自分早いよ、帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でもやはお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるよ。あいつらとは違うんだろ。行きな。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ、終わったら来て。待っててね。急いで終わらせるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。
でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただの、ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？異国風なの。へえ、意外。でも似合うかな。私と釣り合う服を選んでね。わかった楽しい計画っていいね。ああいいなさて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。着いたよ。疲れたでしょ。ま、そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ、私もちょっと疲れちゃったね。え、ミッドガルにはずっと？そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか。じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？そうするか。どうする？店に入る？おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は？マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん次の作戦、明日決行になった。
今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。本当ごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。くれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ。報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。
おとなしく待つか。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ご苦労。ビックス早すぎ。無茶すんな。あいつらなんだ。右腕が銃の男。近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れ。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200。300だ。ちゃ、まあいい。じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あっか。見てんじゃねえ。喧嘩？あいつらの仲間？おい、邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ウォールマーケットとは大違いっすね、兄貴。無茶はするな。兄貴はこいつ怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。
おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。やるな、何でもさ。おかえり、遅かったね。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？前置きはなしで。今度は何の礼だ。次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街、プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。手付金代わりね。私の計算だと出発し、
たら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。